前回筋膜トリートメントで美容と健康について発表させていただきまして、伊崎先生からのアドバイスで動画を作成したらいいんじゃないか、ドラッグストアで、そういうところで流せたらいいんじゃないかということで、私は今回、ドラッグストアの店内とセルフケアの動画について観察をしてきました、はい、福岡市内、私は早良区に住んでいるのですが、早良区と中央区と博多区の15店舗のドラッグストアをの店内を、観察してきました。で、私は今筋膜トリートメントで一番取り組みたいところが尿漏れと、乳がんのアフターケアのところなんですけども、尿漏れは一日中通して CM がすごく流れていて、本当にこれがもう当たり前のようになったら本気で嫌だなと思っていたので、今回ドラッグストアの尿漏れのコーナーの撮影をしたところ、どのような形で展示しているのかなと思ったら、アイテムをそのまま丸出しにしていたり、吸水力のお話だとか、あと健康については便秘とか、あと頭痛についての動画がありました。で、この動画を見たところ、全てテレビ CM で流れているメーカーさんの CM だったというところで、もし私がお客様でそういうところに行った時に目を留めるかなと思ったら、正直目を留めずにお買い物して帰るような状況というのが確認できました。で、次はセルフケアの動画を YouTube やいろんな美容サイトから見たときに、共通して分かったことが、セルフケアをしている姿を第三者の目で撮った上の写真がほとんど で、私は、それでも分かるかなとは思ったんですけども、私なら分かりづらい、右手でするのかな、左手でするのかなっていうのが分からないので、私だったらと思って、私は今ブログで動かない静止画を、皆さんに筋膜トリートメントでセルフケアができるんですよっていうのを、下の写真のように自分の目線のここにカメラをつけた状態でコメントと一緒に、表示しているのが私の説明の仕方なので、これを動画に上げたらもしかしたらいいんじゃないかなというところに今回結論が達しました。で、今後、私は今回ドラッグストアと YouTube の動画を観察して、自分なりにちょっと分析をして、私だったらこんな方がいいかなと思って取り組みたい内容は、先ほど申し上げましたように、ここからカメラで自分で施術をセルフでする目線と、あと先ほど その引きで遠くから映ったのの2パターンで作れたらいいなと思っています。あと、その施術をするポイントがどんなことに効果を示すかと、あと何回ぐらいこうさすればいいのかなどのコメントと、あと実際に自分でしている時の感想を入れながらの動画を作りたいと思います。あと、動画に気がついてもらえるようにするために、私はやはり音楽が好きなんですけども、誰もが聞き覚えがあって無意識に気がついてしまう音を動画の始めと終わりに取り入れたらいいなと思っています。で、まだ現在私は一人で行動していることが多くて、動画の作成の仕方も正直わからないところがありますので、もし何か良きアドバイスがあったら教えてください。以上です。ありがとうございました。